どうもバルーントレジャーハンターのチョコです。今日も風船のお宝を楽しく作って探していきます。今日のお宝はこちら。指3本くらいのバブルを作っていきます。まん丸のバブルを1つ作ります。引っ張ってピンチツイストを作ります。指3本くらいのバブルをもう1つ作ります。まん丸のバブルをもう一つ作り、引っ張ってピンチツイストを作ります。一番最初の指3本のバブルと同じものを作っていきます。口巻きを絡めていきます。この間に風船を通していきます。引っ張ってぎゅーっと引っ張って通していきます。そしてここでバブルをひねります。指2つくらいのバブルを作ります。まん丸の小さめのバブルを作って、これを引っ張ってピンチツイストを作ります。続けてまん丸のバブル、先ほどのよりも大きめのを作り、引っ張ってピンチツイストを作ります。それと同じくらいのピンチツイストをもう一つ作っていきます。指2本くらいのバブルを作ります。
口巻きのところにそのバブルを絡めていきます。引っ張って中に通してほどけないようにします。できましたら次は指4本くらいのバブルを1つ作り、ピンチツイストに絡めていきます。で次はちょっと空気を抜いて指3センチよりもやや小さめのバブルを作ってピンチツイストに絡めます。そして指4本くらいのバブルを再び作ります。口巻きのところに絡めていきます。一周させてほどけないようにこれもやっていきます。少し形を整えていきます。指3本くらいのバブルを作ります。それと同じバブルをもう一つ作って2つをまとめていきます。次に先ほどのバブルよりも少し短めのバブルを作っていきます。まん丸のバブルを作ります。引っ張ってピンチツイストを作ります。それから一周させてタラコひねりのまとめたところを一周させてピンチツイストに絡めていきます。ここが尻尾になるのでお好みの長さにカットして調節をします。形を整えていきます。お好みでマジックで顔を描いていきます。まずは目を描いていきます。
出来上がりました。顔はお好みで自由に描いてみてください。いろんな表情のトラさんができると思います。風船の色は白だけじゃなく黄色やオレンジなどいろいろ試してみてください。それでは皆さん、さようなら。